キさん、おはようございます。おはようございます。今日も暑いっすね。今日も暑いの？もう今年の夏はもう暑いっすね、ほんとね。そんな暑い中ちょっと申し訳ないですけど、最近ちょっとゆいさん、ハマってるものがあるって聞いて。何もハマってないよ。え、何にハマってんねんよ、俺。いや、ちょっと散歩にハマってるって聞いたんですよ。散歩にハマってるわけじゃないけど、なんか毎日、ね、あ、何歩なんか歩いてるそうですね。1万歩、うん、せっかくだったらちょっと館内以外のちょっと場所でお散歩し、あ、いいですか？俺もこの辺歩くの飽きてから同じ景色ばっかり見てるから。ちなみにさん、秋葉原。はい、わかりました。秋葉原どういうあれ、秋葉原なんだ。いや、実はね、ちょっと僕行きたいところあって、ちょっとせっかくだから。あ、ほんで、新しい携帯のカバーとかも買ってくるか。新しい携帯うわ、割れてないでしょ。あ、本当だ。え、あ、新しくなってる。え、ちょっと待って、え、じゃあ盗まれた。え、どこで持って帰っちゃったんですか、それ。最後は生活館。生活館で黄色い人がいる。充電してシャワー浴びていたらば、出てきたらなかった。ひどいですね。はい、到着しました。まずコーヒーかなんか飲みますよ。いや、ピザ朝ごはんまだ食べてないですもんね。うん、秋葉原くんの何十年ぶりだよ。40年か、あれ二十歳くらいの時だっけ。40年ぶりですか。え、でも40年前から秋葉原電気街ですよね、多分ね。確かそう。あ、その当時で風景こんな感じでした。うん、上野のアメ横からもうなんか歩いてきたような気もするんだけど。あ、アメ横、確かこう、昔、歩行者天国で、いわゆる歩行天ってやつ。歩行天で回ってあったら、思わせるけど。秋葉原といえば、ゆうさん的には何ですか？秋葉原といえば、電気街って感じやったよな、確かな。確か、こういう時ってやつもするけど、わかんない、忘れたはん。マクダーンズ。何やってんの？アイス、アイス。じゃあホットアップルにします。アップルパイ。はい。いやー、ごちそうさまでした。マルオさんからこれ。これ、そういえば、なんですか、これ。マルオさんからもらった。マルオさんからもらった。あ、マルオさん。幸運の一応とかして。あ、そうだった。いや、ちょっとおしゃれなのつけてるなと思ったんですよ。近くにビッグカメラあったから、ビッグカメラに行きましょう。カバーとか探しましょう。新しいカバーを、じゃあね。いや、無事買いましたね。ちょっと早速これ貼っちゃいましょう。これまずこれで拭きまして、ホコリも取りまして、完全に取れましたら、これをですね、うまいこと貼ってくる。貼りますよ。これ一発勝負ですよ、これ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日もヨドバシカメラ。あ、これ逆か、これ。あー、ちょっとずれた。これで空気を抜く。こうやって抜いていきます。で、これはめたら完璧です。完璧です。完璧ですよ。いいね。完璧だ、それ。せっかく秋は来たんで、ゆうさん、行っちゃいますか。わかりました、行きます。あ、さすがですね。メイドカフェ行きましょう。はい。行ったことあります？ない。ない。そんなとこ行った時あるわけないでさ。40年前なんか、こんなものあるわけないでさ。あったのはコープラ作りなんでね。あ、そう。
撮影 OK でしたよ。いやー、磨きすればいいのにな。いやここですよ、ここ。アットホームカフェ。すごい。どこ始めた。あ、よろしくお願いします。すいあ、いお顔映っても大丈夫ですか。もちろんです、大丈夫です。よろしくお願いします。メイドとの秘密のお約束事が書いてありますので、こちらを読んでもう少々お待ちくださいませ。はい、ちょっと2人でね、もう初めてなんで読みましょう、一緒に、うん、はい、ぜひちょっとゆっくり読んでてください。まもなくお屋敷ご案内いたします。ありがとうございます。失礼いたします。これアットホームどうして、アットホーム、あの動画のあれ違うの。アットホームっていう、あの動画やってるとこあるでしょ、アットホーム。家のあ、ないないない、メイドとの秘密のお約束事を読んで何か分からなかったことはございますか。まあ適当に分かんない。じゃあ分からないことがあればその都度お伝えしますので、じゃあお久しぶりのお屋敷ぜひ楽しんでください。お足元にグリップがございますのでお気をつけください。ご主人様のご帰宅です。ご主人様、改めましてお帰りなさいませ。本日お出迎えを担当いたしました、マシュマロ王国出身のミュンと申します。よろしくお願いいたします。ミュン、ミュンです。ミュンさんですよ、ミュンさん。覚えてくれましたか。忘れた。忘れた。今日はご主人様ご帰宅していただいて突然なんですけれども、ご主人様がお屋敷にいない間にじゃじゃん、こんなお手紙が届いておりましたので、うん、早速読ませていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。いや、ご主人様、あなたは常日頃からご主人様として素敵に日々を過ごされ、他のご主人様の模範であると認定されました。すごい。その功績をたたえ、ご主人様認定証ブロンズカードを贈呈いたします。ご主人様協会よりおめでとうございます。おめでとうございます。わけわかんないでしょ。あ、ちょっと勝手に読まないでください。あ、だめですよ、だめですよ、勝手に読んじゃう。任せましょう、任せましょう。そしてなんとお手紙にもあった通り、何かプレゼントが届いているみたいです。じゃじゃーん、なんとこんな素敵な認定証が入っておりました。すごい、かっこいいですね。ご主人様のお名前が書けるようになっております。そうなんですよ、すごい。こんな風に呼ばれたいなっていうお名前あったりしますか。できないけど、はい、ゆい、ゆい。そしたら、私好きな動物がいて、ぴょんぴょんうさぎさんが好きなんですけど、ゆいぴょん、ご主人様とかどうですか。かわいいですね。謝っちゃな、あせまでこくや。ちなみにご主人様は、あ、僕は、はい、ニックネームとかお名前こんな風に呼ばれたりとかありますか。僕はあの川口です。川口ご主人様ですか。川ちゃん、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 可愛いじゃないですか。川ちゃん、川ちゃん、ご主人様、川ちゃん。ちなみにご主人様はこのお屋敷のこと覚えてましたか。あ、ちっちゃい時ご主人様ここで育ったんですよ、覚えてますか。知らない。ダメですか。ダメですよ、忘れちゃう。ダメじゃないですか、ちょっと。ようやくね、そういうあれの設定の、いや設定とかないですよ。ありがとう、おめでとうございます。おお、やりましたね。こちらお絵かきのメニューでございます。メイドガラテの上に可愛くお絵かきをさせていただきます。こんな甘いのしかないべ。アイスコーヒーあるのか。いや、アイスコーヒーはないですね。このアイチュコーヒーですね。アイチュコーヒーってことは、はい、アイスでしょ。そんなことはないです。なんでしたっけ、この名前は。なんだこれ、これ名前、これなんですか、これアイチュコーヒー。そう、アイチュコーヒー、アイチュコーヒー。よしよしよし、おー、
と到着いたしました。すごい、噂の17歳になれちゃうかもしれない。すごい、ちょっとこれ一緒に食べましょう、2人で。お二人、あ、スプーンもう一個持ってきますね。あのじゃあ私が今からソースを使って追いかけをさせていただきたいんですけど、何か追いかけのリクエストございますか？ユキオの顔、ユキオの似顔できますか？そうしましょうか。かしこまりました。せっかくのね。では心を込めて書かせていただきたいと思います。よいしょ。すごくなんか優しそうなお顔で素敵ですよね、ご主人様。あ、すごい。嬉しいです。なんかメガネの形もあんまりない形でいいですね。あまりにも若すぎるべ、これ。あれ、若すぎますか？じゃんじゃんじゃん。おー、すごい。すごい、イケメンじゃないですか。めちゃくちゃイケメンです。こちらのお飲み物とデザート、このままでも美味しいんですけど、うん、もっともっと美味しくするために愛情を込める愛込めをしていきたいと思います。おー、イエーイ。まずは胸の前でハートマークを作ります。これを左右に萌えと動かして、最後にキューンで飲み物とデザートに向かっていっぱいの愛情を込めていきたいと思います。じゃあ元気よくお願いします。せーの、モイモイキューン。じゃあいただきます。ゆうぴょん、これあーんわい。今甘いもの入れないよ。うん、うまい。失礼いたします。お写真撮影のお待ちのゆっきょん。あれあれ、え、あれ、ちょっとゆっきょん呼ばれてますよ。ちょっと何するよ、この人。何がいいの？にゃんなんだ？にゃんにゃんにしますか？何ですか？にゃん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 。いい顔してますね。優しそうな柔らかい表情です。早かったですね、ゆうぴょん。これ楽しそう。またご主人様に会えるのを楽しみに待ってますね。楽しいってこと。タバコさん、ちょっとお屋敷ダメでしたね。ダメだな。ちょっと外出て。ご主人様のお出かけです。いらっしゃいませ、ご主人様。いらっしゃいませ。ご主人様、お邪魔します。じゃあ上野行きましょう。あ、上野。上野に歩いていきましょう。上野に歩く。一人気分歩く。ちなみに上野はいつ以来ですか？今年の1月に来てる。あ、本当ですか？動物園まで行ってきたもん。あ、本当ですか？上野の。ちょっと誘ってくださいよ。なんかロサンゼルスから来た人が、あ、誘われて。ファンの方か。うん、以前ね、連れてかれた。いいじゃないですか。どこ最近か分かんなかったんだ。そしたら、まあ、上野動物園さん連れてかれた。この前に、前、札幌の佐藤で行ったの。友達に佐藤。子供連れて。いいですね。なにこれ、ウサギカフェ。ウサギは食べ物だ。ウサギ冬場は、はい、ウサギの肉食ってた。家の中に下がってんだから。ぶら下がってんすか。皮剥いて。お疲れ様でした。いや、めちゃめちゃ歩きましたね。今回ごめんなさい、いや、てっきりね、僕秋葉原で
で散歩して終わるのかなと思ったら、あの次回上の結果発表ということで、はい、今日は はい、どうでした？あと12,000歩。12,000歩？じゃあまた、はい、歩いて秋葉まで帰りますか。